株式会社神戸新聞社は、日本の兵庫県神戸市中央区に本社を置く新聞社である。神戸新聞とデイリースポーツを発行する。神戸新聞の総監は、会社設立から10日後の1898年2月11日。京都新聞社とは、災害時の新聞発行協定を締結している。1995年の阪神・淡路大震災発生時には、 緊急援助協定を発動し、京都新聞の協力で無休館で新聞を発行した。1931年から1935年にかけて存在した新聞トラスト。神戸新聞社が、京都日日新聞、大阪時事新報を相次いで買収して合併。神戸新聞社を3都合同新聞社に改組して、本店を大阪市に、支店を京都市、神戸市に設置し、 それぞれに編集発行拠点を置いて3紙の台号をそのまま継承して発行した。京都日日新聞は京都府の地方紙として京都日出新聞に次ぐ存在であり、これに大阪の大阪朝日新聞や大阪毎日新聞、名古屋市の新愛知などが加わり熾烈な部数競争を行っていた。また、大阪時事新報は大阪府下では大阪朝日、 大阪毎日に次ぐ存在でありながら、両者に大きく水をあけられ、後発の夕刊大阪新聞にも追い上げられていた。神戸新聞社はこれら2紙を買収して、部数の立て直しを図ったが、なかなか統合効果が現れなかった。特に、大阪自治新報の経営が思わしくなかったため、3紙の協調が崩れた。まず、京都日日新聞を分離し、ついで、 大阪時事新報を分離。称号を神戸新聞社に本店を神戸市にそれぞれ戻し、神戸新聞の編集発行のみに戻った。1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生。当時神戸新聞本社があった新聞会館も被災、ビルの全開という被害が発生した。この当時、神戸新聞、 デイリースポーツの新聞印刷機能については、神戸市西区の精神ニュータウンに建設された、神戸新聞制作センターに移動していたが、編集部門、制作部門など、新聞発行の心臓部ともいえる CTS、ホストコンピュータシステムの危機破損及び、高圧受電板が損傷し、自社での原版制作が不可能となった。しかし1994年に、京都新聞との 緊急事態発生時における新聞発行援助協定を結んでいたことから通常よりもページ数が大幅に削減されたもののこの日に発行の夕刊から無休で新聞の発行を続け震災発生当時の神戸の惨状を的確に伝えたその後惨状を知った共同通信社の協力で京都市京阪なプラザからのヘリコプターによる原版空輸が開始され 大日本スクリーンの協力により、他社に出荷予定の特殊カメラを緊急調達して、ファックス送信された原版を、特殊カメラで撮影して、新聞印刷用フィルムにするシステムが立ち上がり時間、短縮になった。当時、神戸新聞社は、ラジオ関西と合同で、神戸ハーバーランドに、自社新社を区びる、神戸情報文化、ビルエコールマリンが建設中で、 1996年8月に完成するまで同ビルに近いダイアニス製ビルの空きフロアを暫定の社屋とし、他にも神戸市の都心部に第二本社を設置して、早いペースでほぼ通常と同じ30ページ前後の紙面発行まで復旧することができた。富士通が全面協力し、日本全国の新聞社が予備機材を提供してくれたため、 システムの緊急構築に成功した。また、デイリースポーツも日本経済新聞や販売提携先の地方新聞社との連携で無給発行をするが、カラー印刷ができなかったり、ページ数の削減などで通常の発行に復旧するまでに2ヶ月以上を要した。デイリースポーツは原版作成が不可能になったため、休館を覚悟していたとされるが、 日経印刷の全面協力により、同社のシステムを使用して、原版制作に着手。日本経済新聞社の協力も得て、紙面制作に成功した。神戸本社印刷工場には、日本経済新聞の紙面送信装置を使用して、大阪経由で原版を送信。その後、西京新聞の協力で、神戸新聞印刷工場への直接送信も実施され発行に至った。 これらの過程は、震災発生から満15年の前日、2010年1月16日に、フジテレビジョン系列ノンフィクションドラマ、神戸新聞の7日間として放送された。旧デイリースポーツ社が発行したものも含む、2019年11月30日現在、割合は議決権所有割合。ありがとうございます。